オード戦争は、18世紀にオーストリアとオスマン、帝国が、東、ヨーロッパバルカン半島のセルビアを、主戦場として衝突した戦争である。1683年の第二次ウィーン包囲及び、翌1684年から1699年までの、大トルコ戦争を経て、カルロビッツ条約が結ばれて、以降、両国の間に戦闘はなく平和な時期が続いた。 オーストリア・ハプスブルク家は、スペイン継承戦争の家中にあったことも、その理由の一つである。しかし、オスマン帝国は、スルタンが不明と三世の知世で、対外戦争に乗り出し、1710年に、ピョートル一世のロシア・ツァーリー国相手に大北方、戦争のプルート側の戦いで勝利する。さらに1711年のプルト条約で、アゾフを取り戻し、1714年に、 ベネツィア共和国とペロポネソス半島をめぐり戦争が始まった。オーストリアはカルロビッツ条約に基づきベネツィア側に立たねばならず、またトルコのダルマチア侵攻により脅威を受けた。フランス王イ14世が1715年9月1日に崩御し、西仏の影響力が低下したことやロシアの進出の可能性が少ないこともあり。 オーストリアは1716年5月に戦線復刻した。戦争に向けた準備は1715年からオーストリア軍総司令官のプリンツオイゲンが中心として進めていた。オーストリアは神聖ローマ帝国諸公とローマ教皇、クレメンス11世からの資金援助と援軍派遣を受けていたほか、1716年にイギリスと同盟を結び背後のスペインを牽制。 バルカン半島出兵への準備を整えていった。一方のオスマン帝国も、イエニチェリとスイパーヒーや、周辺国の軍勢を動員して、オーストリアを迎え撃つ体制を打ち立て、ベオグラードを中心に守備を固めていった。ペーター・バルダインテメシュバール・ベオグラード・カルロビッツ、パッサロビッツ関連地。今日のセルビア共和国周辺に相当する。1716年7月。 おい原稿を司令官としたオーストリア軍は、首都ウィーンを出発、ドナウ川に沿って、バルカン半島の南へ進軍し、7月9日に、二区に着任した。スペイン継承戦争終結後、オーストリア軍は縮小していたため、ハンガリー方面には8万名の兵力となっていた。一方、オスマン帝国側は、大宰相で、アフメト3世の娘婿である。 シラーダーリーダマとアーリパシャが15万の軍勢でベオグラードにあった。これが北上してベオグラードへの前線基地となるペーターバルダインを包囲した。8月2日、カルロビッツ付近でオーストリア軍の前衛とトルコ軍1万名が交戦した。オーストリア軍はペーターバルダイン要塞まで撤退できずトルコに捕捉され、トルコ軍は要塞前に残壕を掘って攻略の構えを見せた。 オイ原稿の本体は、8月4日に、ペーターバルダインに到着すると、翌5日朝から、守備部隊の援護と合わせて、反撃に転じ、オスマン帝国軍を撃破した。ベオグラード包囲に必要な船が不足していたため、オーストリアは軍を機体向けてティサ川を北上。トランシルバニアへ進軍し、10月13日に、テメシュバールを落とした。こうして、ドナウ北岸制圧を完了し、 11月にウィーンへ引き上げた。アリパシャはペーター・バルダインの戦いで戦死したため、ハジ・ハリル・パシャが公認の大宰相に就任してオスマン帝国軍の再編成に追われた。翌1717 17年5月、オイゲン率いるオーストリア軍は再びバルカン半島を南下。五月十一日に二区に到着し、艦隊をテメシュ川に向かわせて六月十五日から。 オスマン帝国の常備風評軍団に攻撃を開始するとトルコ軍はベオグラードに撤退した。6月からベオグラード包囲戦を開始した。ベオグラードはドナウ川と支流のサバ川に囲まれた包囲困難な都市であり、オーストリア軍はガレー戦を中心とした艦隊を包囲網に加え、船橋として活用してペーターバルラインとの補給路を確保、同時にベオグラードへ砲撃した。 同志は6月30日までに、甚大な被害を受けた。ハリル・パシャは、ベオグラードの救援に向かい、7月末には、ベオグラード南方の丘に布陣し、さらに砲兵を進出させ、サボ川を挟み、追い原稿率いるオーストリア軍と対峙した。8月に、オーストリア包囲軍へ砲撃して、多数の被害を出し、さらに包囲軍は、赤痢が流行して6万人に減少し、 崩壊の危機が迫った。ウィーンからは撤退の指示もあった。しかし、オイゲンは、騎士改正をかけて8月16日の朝に、救援軍を奇襲、短時間で救援軍を敗走させ、ベオグラードも降伏させた。ベオグラード陥落後の11月に、オーストリア軍は帰国、オイゲンは、ヨーロッパ各国で英雄と称えられた。しかし、スペインが不穏な動きを見せたためオーストリアは、 オスマン帝国との和睦交渉をはじめ、1718年にパッサロビッツ条約を締結した。オーストリアはベオグラードとティミシュアラを含むセルビアとバナトの大部分を獲得。オスマン帝国はバルカン半島において後退したが、ベネツィアからペロポネソス半島のモレアを獲得。ベネツィアは事実上ペロポネソス半島を失った。戦後、スペインがかつて領有していた。 オーストリア領イタリアの奪還を図り四国、同盟戦争を勃発させると、オーストリアはイギリスと共にスペインと戦うことになる。また、荒廃した占領地の復興にドイツ人入植を奨励。トランシルバニアは経済的に発展していった。しかし、これはまた、ハプスブルク家領の多民族か、非ドイツかといった問題を生規させた。ありがとうございます。